ここ左？はい、え、おぎのパンです。卵を手に入れてから。大丈夫。お待たせしました。はい、何か反省することは？準備大変だな、毎回。だって俺2人分の準備しなきゃいけないんだもん。今回はタンデムです。おはようございます、ハメウマライダーです。今日は宮ヶ瀬ツーリング。目的はですね、昨日ネットで発見したコッコパーク、ここに行こうというツーリングです。このコッコパークっていうところ、鶏がいて卵を取ることができると。ここで卵をゲットして近くの河原に行ってラーメンを食べよう。あとですね、コッコパークが、林道みたいなところにあるんですけれど、その手前にですね湧き水があります。なのでそこで水を汲むんですよ。で、水を汲んでその水で、ラーメンを食べるんです。つまりラーチューです。なんか最近ね、そのあの辺ばっかり行ってる気がするよ。矢筆峠で道志道とか全部同じ方向だもんね。すごい近いし。ちなみにですね、今日はツイッターで宮ヶ瀬のあたりを今日走りに行くんで、見かけたらピースしてください。お約束のお願いです。向こうの湖の近くではバイクの人見かけたら、ピースしてください。八王子を越えて圏央道に向かいます。さらに進んで、はい、相模原で降ります。高速ってまだ続いてるの？いや、これで降りるよ。いや、もう終わり？そう、今日はそんなに。左方向、相模湖方面。ただいまの気温20度だって。そこまで寒くないね、やっぱり。ここ左？なんかまた裏道に案内された気がするけれど、やっぱ裏道だよな。2.2 キロ先、最初の目的地は荻野パンというところです。お昼用にパン買うのと、今すぐまずパン食べたいよね。これですな、丹沢あんパン。一度食べましたね。去年ちょうどこの頃に来てる気がします。もうちょっと先、ここで入れるかな。はい、ここすっごいバイク来てる。はい、荻野パンです。お腹空いてるって。腹減った腹減った。パン買いましょう。はい、すいません、出発が遅かった。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。じゃあとりあえずまず揚げパン食べれば。揚げパンにしよう。俺はカレードーナツもいいな。カレードーナツ、ちょっと待って待って待って。揚げパン、カレードーナツ食べる？揚げパンとカレードーナツを買うみたいですよ。はい、まずカレーします。揚げパンとカレードーナツ2点ずつですね。はい、そうです。揚げパンにして、はい、ありがとうございます。あ、はい、ここですか。はい、これが揚げパンとカレーパンしかないっす。これが揚げパン、揚げてもらった。どうですか、感想。じゃあちょっと僕も食べてみます。はい、揚げパンです。すごくね、触った感じが柔らかい。美味しい。もう一つはカレーパンです。こっちはなんかカラカラってこすってした。外側が学校に出るの2倍だ。学校に出るのの2倍ってどういうことよ。うん、美味しい。やっぱ出来たてのカレーが入ってる感じが、これは美味しいな。さすが給食の2倍。まず俺、お前のところの給食だったからね。給食の2倍、美味しい揚げパン、ぜひお試しください。これあそこの中が工場が見えるようになってる。パン工場をちらっと見て、パン工場を見るみたいです。
まあ一応見とこうっていうレベルの。でかいよね、結構ね。奥行ってみようか。放送、あ、ここで放送してるってこと？これかわいくない？あ、はい、詰めてますね、袋に。はい、という社会科見学もできるというのがここのいいところです。お昼のパン買おっか。甘いの食べれますかね、お昼。それも買うんですか、おやつも。お昼のパンを買うことにしました。俺もそれがいいな、チキンカッター。お、ここに来てる。あ、はい、すいません、ね。ちなみにアンパン、これだよな、お土産ならこれだけど、これも帰り寄るかな。そうなんだよな、帰りこっち通らない可能性が出てきちゃうかもしれないから、やっぱ買っとこうか。4個お買い上げで紙袋を差し上げます。4個買おうか。4個あればだってアンパンも買うみたいですよ。いらっしゃいませ。これ持って。レモンは夏用商品なんでもうすぐ終わっちゃうんですよ。レモンがもうすぐ終わっちゃうと。終わっちゃいますね、もう夏用品で。そうなんだ、じゃあレモン買っとこうかな。ありがとうございます。全種類買おうで、全種類。全種類はいくらなんでも多すぎんだろ。よし、じゃあこれ、はい、はい、お願いします。結局6種類買いました。おぎのパンを出発するみたいですよ。はい、大丈夫ですよ。うん、荻野パン。いいところだよね。なんかここら辺来たら絶対寄りたいなっていうさ。宮ヶ瀬ダムの方に向かいます。宮ヶ瀬ダム、宮ヶ瀬です。この辺はもうピースできそうだな。そうバイク来たらね。なんかもう自転車にも手振りたいぐらいの気分だわ。気持ちいいじゃん、ここも。手振って。お母さん振ってよ、もう。いや今のはなんかでも立派なバイクだったからな。あ、ここがあれか、宮ヶ瀬、北岸林道かな、北側の林道です。あ、ダムだ、すげー。そう、あれ、ダムの向こう側から見たらまた迫力があるんで、後で見に行ってもいいかな。エサクだけだったね。同じバイクだったからさ、結構飛ばしてる人が多いからさ、ピース振る暇が、道が曲がってるし。ここちょっと寄ってみよっか。すっごいいっぱい止まってんもん。だってバイク乗りの人がいっぱい来てるからさ、ここ定番のポイントなんじゃない？そこで写真撮るみたいな。ちょっと一枚俺らも撮ろうよ。ははー、ここで別にラーメン食べてもいいんだろうな。ただちょっと人多いよな、やっぱな。気持ちいい天気だけど。よし、じゃあちょっと湧き水まで行こう。はい、じゃあ次、新井の湧き水、これを目指します。あ、やっぱり、うん、この辺でラーメン食べてもいいよ、絶対。今やってるもん、みんな。ちょっと一個候補にしましょうよ。うん、そう、卵を手に入れてから。早戸川林道、だからこっちに入ってくる人全然いないっていうのが気になるけれど、でもなんかいいな、あんなに人がいっぱいいるところよりは。林道ですね。おっと、すげえな、これ。なんか水汲む方はわかるけれど、コッコパークこんなところにあんのって思っちゃうよ。こっちはあんまり本当に入ってこねえのかな。水が、ああ、滑りそう。ここ？ああ、そこだ。そこで水汲んでる。よし、ちょっと俺らもここに。ここで水汲むか。なんで水汲むんで？
カップラーメン食べるのに水必要だろ。はい。入れる道具はありますよ。嘘みたいな話だけれど、卵はこの先です。水を入れるものをちゃんと俺は持ってきてるんだな。どこだっけな。ただ、あれ持ってきてなかったよ。こっちかな。あれ綺麗な水だ。いや、あんま綺麗じゃないみたい。は？いや、ラーメンだから。温めるから大丈夫よ。これは水汲み道具よ。なぜかさっきここに真っ赤なカメムシがいたんだよ。すげえ。そのカメムシがいたけれども水は汲むぜ。その中じゃないよ。ちょっと一回洗おうか。洗う必要ないだろうけど。どれがいい？なんか全部違うらしいよ、そういえば。一番多く出ているところの水を汲むみたいですよ。すみません。絵的に、汲んでもらえませんかね。そこは頑張れ。なんか疲れんだよな、これな。どんどん重くなっていくからね。これ、こんなにいるのかな？ラーメン食うだけだよな、俺ら。ラーメン、コーヒーぐらい。あ、でも、ゆで卵ゆでるかもしれないね。ゆで卵これでゆでて意味あんのかね。洗いの湧き水だ。山の水と？わかんねえ。どっから来てんだろうな。ちょっとこれゲットしたところ写真撮りて。ちょっとなんか水持てよ。あ。洗う。おお、どうした？綺麗になったと思います。はい、まあ中身は綺麗だから大丈夫。挙動ってるぞ。大丈夫ですか？濡れましたか？濡れましたよね。はい、もう笑顔でお願いしますよ、その濡れてながら。はい、水ゲットでーす。水分ゲットで。こぼれねえだろうな、これ何でもいいけど。あ、大丈夫だ。よし、この後コックパークで卵ゲットですね。勝手には取れないよ。お金必要だよ。前ニワトリの出したてのうん、落ちてるらしいよ。そこら辺に、うん、汚くないやつ取れと。わかんねえな。美味しいやつ取れよ。あ、え、ネットワークに接続。え、ちょっと待って。わかるか。どっか右に曲がるんだよな。どっか右に曲がるところ右に曲がって登ってけえだけど大丈夫だよ多分。よし、ちょっとなんかナビが出ねえのが不安っちゃ不安だけど。ご視聴ありがとうございました。宮ヶ瀬ツーリング前半はここまでです。どうしよう。コックパーク宮ヶ瀬ダムなどを巡る後半をお楽しみに。はい、新井の湧き水でした。